こんにちは、マリンです。はい、ということで今日はじゃーん、スタバの新作のフラペチーノを買ってきたので、こちらを飲みながら今日はゆっくりとお話ししていこうと思います。ぜひぜひ最後まで見ていってください。それでは5、はい、ということでじゃん、こちらのスイカフラペチーノ買ってきました。じゃじゃーん、新作です。もうすごいよ、下何これ。私はスイカ大好きなのでとっても気になって、どうなんだろう、美味しいのかなと思って今日は買ってみました。これを飲みながらちょっと韓国のお話だったり、あの他のお話もちょこちょこしていこうかなと思っています。それではまずこちらのフラペチーノいただきます。わー、美味しそう。匂いはすごいスイカ。うん、スイカだ、スイカだ。下に入ってるのなんだろう、スイカ。結構好きかも。やっぱフルーツ系のこういうフラペチーノ大好きなので、夏さっぱりしたいなっていう時にぴったり。フルーツって結構剥いたりするの大変だったりとか、スイカなんかは特にサイズ感的にも食べきれなかったりで、あんまり一玉買うこともなかなかないし、私のお姉ちゃんはスイカあんまり食べないので、私一人で食べることになると半分でも結構一人だと厳しい時があって、フラペチーノでスイカ食べた気分になります。今買ってきたんですけど、歩いてる間に結構溶けてきちゃってる。想像以上の美味しさです。で、今日はね、いろいろお話ししたいなと思っていて、あの韓国の Vlog 見てくださいました？もう本当に楽しかったんですよ。で、韓国なんですけど、聞いてください、私クレジットで支払いすればいいかなっていう気持ちになっていて、で、一般的なその現金をどのぐらい持っていくかとかをあんまり、まあ、調べたんですけど、でもなんか自分の中でそんなに現金は必要ないなっていう気持ちになってたんです。なので空港に着いて、なんかみんなと円をウォンに変えようってなった時に、みんな結構意外と想像よりは持ってきていて、えみたいな、え、私2万しか持ってきてないんだけどってなって、韓国に現金2万で行こうとしてて、でもあの下ろすこともできなかったので、もう2万を全額ウォンに変えて、なんとかでも行ってこれました。危なかったよ、本当に。空港で一番最初にやらかしたの私、2個ぐらいやらかしてて、もう先行きがとっても不安だったんですけど、よかった、無事に行ってこれた。スーツケースの、あの荷造りした時に、まあ2万ぐらいあればなんとかなるかって思ったんです。で、意外とみんなが、あの本当に想像以上は持ってきていて、私の想像以上ですよ。だからどのぐらいかとかは、まあ、想像にお任せしますけど、なので本当に2万で私、え、大丈夫って。でも心配になっちゃって、もうどうしようと思って、でもどうすることもできないから、もう2万でなんとかするしかないなって思って、もうでもそれを父とかお姉ちゃんとかにも連絡したら、バカ野郎だいたい1日1万っていう考え方が普通じゃ、それでも少ないぐらいだよって言われて、そうなんだと思って、もう空港でも一番最初にやらかしてしまったっていうお話。だいたい皆さんっていくらぐらい持っていくんだろう。なんか海外だから現金をそんなに持ってたらちょっと危ないかなと思って、あー多いけど2万にしとくかって思ったら、まさかのめちゃくちゃ少なかったっていう、一般的に考えたらめちゃめちゃ少なかったみたいな。確かにあの韓国行って着いたら、あの電車に乗ったりとかで、ご飯とかもあの、まあ、大体こうみんなでシェアしたら、あの割り勘とかになるから、確かにそういろいろ考えてたら、クレジットカードもあの場所によっては危なかったりするから、なんかそういう時に現金を使ったりするみたいなのは聞いていたんですけど、確かになんで私2万にしたんだろうと思って、でもちょっともう自分のもうバカだなと思いました。この話だけでもめちゃめちゃ長くなっちゃってる。私って本当に話が長いんですよ。で、結構ね、あの話が飛んだり戻ったりするので、編集でなんとか頑張りたいと思います。この下の緑は一体何なんだろう。ちゃんとね、種みたいな、黒い種みたいなのも入ってます。
不思議。あとは韓国で会ったこと、そう、私本当に買い物が大好きで、海外行っても今までハワイとかも行ってきたんですけど、海外に行くと大体ショッピングが楽しくて、もうほとんどショッピング、ショッピングのために海外に行くみたいな感じなんですけど、もう今回1日目も2日目の途中までも結構いろんなお店行ったんですけど、なんか自分が欲しいって思ったもの、大体もうその現品のみか品切れか、もうソールドアウトって言われて、もう展示してるものだから売れないみたいな感じのものだったりとかがほとんどで、もうめちゃくちゃショックだったんです。で、何も自分が買えてないと、もう余計にどうしようみたいな、欲しいと思って買えるものがなかなかなくて、あの購入品動画見てくださったら分かると思うんですけど、本当に行きたかったお店とかではもう買って、でも想像よりも買えてないんですよ。洋服とかもパッキング動画、あのぜひ見てください。パッキング動画でお洋服買ったら現地で着たいなと思ってたんです。なので2パターンぐらい一応持っていけばいいかなと思ってたんですけど、一応3パターンぐらい持ってったんです。本当に良かった。あの在庫がなくて買えてなかったので良かった。あれ持ってかなかったらもう毎日同じ服装じゃないといけなかったので危なかったです。意外となんか買いに行くぞっていう気持ちになると大体買えないんですよね。アウトレットとかでも今日は絶対に買うんだって決めて行ってもなかなかね、あの出会えないんですよ。で、今日は絶対に何も買わないだろうなーみたいな時に限っていいものに出会えちゃうというか、大体そういう感じですよね、人生は。もうこんなに飲んじゃった。本当に美味しい。スイカをフラペチーノにしようと思った。ちょっとすごい、混ぜるとこんなピンクになるよ。そっか、赤と白混ぜたらピンクになるから、ピンクになりました。ちょっとこの動画が心配な部分もあるんですけど、あのまたこうやってお話ししたいなと思うのと、チャンネル登録者数とかがどんどん増えてきたら YouTube ライブとかありますよね。ああいうのもやってみたい。やっぱり皆さんのコメントをいただきながらこうたくさんお話しするっていうのも好きなので、もう皆さんとお話ししたいし、時間があるときはこうやって動画も作りたいしっていう感じなので、最近は特になので頑張りたいなと思ってるので、あの引き続きあの YouTube の方もよろしくお願いします。ぜひぜひ応援していただけたら嬉しいです。これ飲みながらお話ししたいって言ってお話ばっかりしちゃってたからこの美味しさも伝わってたかな。本当に美味しい私あの混ぜた方が好きかもしれない。はい、ということで、ぜひ気になった方はスタバのフラペチーノ、スイカフラペチーノも飲んでみてください。この後ゆっくり飲みたいと思います。今日の動画も見てくださってありがとうございました。おしゃべりの動画良かったなって思ってくださった方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。